年久しぶりです。早ましゅい。はい、OK。Today, we're gonna do Kate's summer project, right? Hi! It's called Jiyu Kenkyu in Japanese, and she needs to do it every summer vacation. So, we're gonna do the Mentos Cola challenge with all sorts of drinks. はい、じゃあ、あれ、1個ずつドリンク出して。オレンジ！オレンジーナ！コカ・コーラー1！ コカ・コーラ0！ 1って書いてあるよ。0だって。1って書いてあるよ。ノーモーコーク。ファンタオレンジと三ツ矢サイダーですね。三ツ矢サイダーが一番美味しいソーダです。私は大嫌い。はい。で、この中にこのメントスを使うんだ。コーラ味。そう、フレッシュコーラ味のメントスを入れてみます。フレッシュコーラ味。2個ずつ入れます。どれが一番飛ぶと思う？コーラ。あ、普通のコーラ。なんで？なんかもういつもシェイクするとピューっていくじゃん。だからどのソーダもそういくよ。でもさ、人のソーダすんじゃねえ。どれが一番飛ばないと思う？これ。これ初めて見るわ。は？はい。なるほど。わかりました。じゃあ早速外でやっていこうと思います。イエーイ。Now let go. Now run. Good. What? あれはスネイカなの？Wow. That's it. Are you serious? Oh, it's doing something.Okay, Phantom's next! Okay. Oh, wait, oh, what the heck? Whoa! Oh, no. Phantom was terrible. As well. Next is Mitchell and Saita. Okay? Okay, y'all.はい、みなさん、やっと実験が終わりましょう。ウィンナーじゃない、ウィナーはコカ・コーラでした。で、ビリがオレンジーナでした。こいつに味が変わったかを飲んでもらいます。先にオレンジーナ飲む。私オレンジーナ嫌い。でもダメ。はい。炭酸薄いいじゃん。はい、じゃあファンタ行け。はい。ファンタはあなたの。ん？オレンジジュースだよ。三ツ矢サイダー。三ツ矢サイダー。へえ。まずい。なんで？なんか砂糖飲んでるみたい。で、砂糖。はい。普通のコカ・コーラ、ね。コカ・コーラ。なんかあれ、振りまくってさ、炭酸なくなった時の味みたいな味がする。コカ・コーラゼロ。さ
コカコーラと同じじゃね。あ、でもね、こっちの方が若干炭酸強いよ。じゃあほとんど炭酸ないけど、これ一番炭酸あった。これこいつ、これどんな風だったの。ファンタです。辛いよまだ。辛くない。あ、じゃあ待ってこれマジで普通の水の味するから。あ、じゃない、あの砂糖水みたいな。でしょ、うん、うまいじゃない。結構うまいじゃない。じゃ、うまくない。あー、ゴミが匂いが強い。炭酸嫌いなあなたにとっては最悪のあれですね。オレンジだ。実験の結果、一番、減ったのは、あの一番つまり飛んだのはコカ・コーラでした。ゼロじゃなくてコカ・コーラで、2番が三ツ矢サイダー。三ツ矢サイダーさんすごいからね。なんでビリはオレンジーナー。マジでもったいなくない。これ全部炭酸抜けてマジまずいけど、マジもったいない。え、これ結構美味しかった。いや美味しくないよ、炭酸抜けてるし。でもいいよ、私にはとってはめっちゃ美味しいから。あ、そう。はい。じゃあ Thanks so much for watching. Bye!